まあまあ、じゃあ早速ね、ふつおたからいきますか。うん、読んでいきましょうか。ふつおた、どれから読む？上からでいいんじゃない？じゃあ、うん、私からいくね。うん、和歌山どうする？どうする？和歌山、あ、いいよ、好きなように言っていこう。じゃあ、とりあえずさ、おのおの好きなように読んでこい。和歌山、うん、ありがとう。チャンリョウゆかりちゃん、よ。前回は終始笑いっぱなしの最高な回でした。これからも楽しく拝見させていただきます。だって。はい、ありがとうございます。訪れが訪れてる？みんな大丈夫？訪れの訪れっぽいんですけど、私が遅れて喋っているように見えますか？大丈夫ですか？そう、私今から、私っていうね、私。それさ、訪れの確かめ方結構独特だね。初めて見たかもしれない。今までの話してる内容で訪れてるかどうかみんな分かってるから、私ってわざわざ、まあ、親切だよね、やっぱね、友達のためを思ってね。訪れてます、訪れてます。あ、見れてる人、ちょっとずれてる人がいるのかな。ずれてる人ちょっと更新してみるとかした方がいいかな。あ、ね、なんか大丈夫な人もいるみたいだから、ほんのちょっとずれてるけど気になんない。あ、ほんとほんと、オッケー。こっちはね、うんってなるぐらい、どうなんだろう、ずれてるのかなってわかんないんだけど、わかんないね、うん、なんかすごい、もうなんか、わって言った私のしあたりにわが来たら言って。それだいぶずれてるもんね。そう、だいぶずれてる。うん、だいぶずれてるけど、あ、 0.5 秒ぐらいだって。うん、あ、ほんと。あ、じゃあまあまあまあ見れるよぐらいなのかな。うん、じゃあ、まあ、高画質だからね、オープンレックさん、許してよ。許してよ。続きましていきましょうかね。はい、コンからいただいた、ありがとうございます。ありがとう。ゆかりちゃん、チャンリオ、コン。コン。コンコン。コンコン。前回の放送めちゃくちゃ面白かったです。2人の会話のテンポの違いが個人的にツボでした。おまけ動画も真剣に ASMR をするゆかりちゃんに対して、笑いがこらえきれないチャンリオを見て、こっちも笑いがこぼれちゃいました。大人が真剣に咀嚼音やお菓子の音を出そうとするのもなんだか面白いですね。毎月こんな楽しい放送があると思うと、これからもお仕事頑張れそうです、ということで、ありがとうございます。すごい、耳壊しに行ってたもんね。いや、あれはね、自分でも良くなかったなって思ったけど、いや、なんかね、やりたかったの、すごい ASMR、 あの食べ物のね。そうそう、なんか YouTube とかで結構見るのよ、私も、うん、個人的にね、うん、で、なんか、あ、これいいなーってやりたいなって、なんかおしゃれなさ、ね、動画多いじゃない。わかる。そうそう、あ、いいなって思ってやりたかったんですけど、実際やってみるとなるとすごいねって思った、 YouTuber さんって。確かに、うん、なんかさ、すごいさ、聞かせに行ってるじゃん。そう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 。ちょ、笑っちゃうの。いや、おもろい。だってマイクにこうやってさ、近づいてってさ、物食ってんだよ。めっちゃおもろいじゃん。めっちゃ真剣な顔してさ、なんかカリカリカリとかやってんの。ちょっと面白くなっちゃって。なるほどね。結果耳壊しに行ってた感じになっちゃうのね。なんか ASMR って思わないで聞いた方が良かったかもしれないね。確かに。そう、ゲラなんだよね、うん、私。そう、ゲラなのよ。子供の頃から、私赤ちゃんの頃から変わってないから。赤ちゃんの頃からゲラなの？そうそう、ゲラだった。すごい。笑い情報だったって聞いたよ。すごい、うん、いい赤ちゃんだね。ずっとキラキラ笑ってたらしい。うん、そう、手のかからない子でしょ。泣かないから。そうよ。笑い止んでほしい時に笑い止んでくれる。確かに。静かにしなきゃいけないところでずっと笑ってるかもしれないけど。可愛いけどね、癒される。じゃあ、続いては2人で Q&A のコーナーです。うん、はい、質問に2人で答えていって、お互いのことをより深く知ると同時に、はい、うん、マブのみんなにも私たちのことをより知ってもらおうという企画。はい、はい、ゆかりちゃんがどんな答えを言うか、実は私も楽しみ。それはお互い様だよ。じゃあ早速やってみようよ。この画用紙にそれぞれね、あの答えを書きましょう。うん、質問は私が読むね。あ、わかったよ。はい、まあでも改めてこういうことするの初めてだから、ちょっと気になるのはマジでそうだけど、でもどうなんだろうね。まあでも大体私はあるんだけど、でも安西がなんて書くかわかんないわ。初対面の時相手の印象は、ということで一つ目の質問。初対面、覚えてる？初対面、私のなんか話したことなかったけど、うんうん、なんか遠目で、うん、なんか見た過去。でも印象でしょ、うん、初めて印象が根付いた時。あ、でいいんじゃない。じゃあまあ、ああ、私はね、初対面でね、こう安西ゆかりはインパクトが残ってるよ。
本当に出ました、うん、ちょっと感じ合ってるのか分かんない、ね、いいよいいよ、フィーリングフィーリング伝わりはいい、うん、そうだよね、伝わりはいいから、はい、せーのでいいのかな、じゃあこれは、はい、じゃあせーのでせーの、じゃん、豪快に笑う変な子、うん、ちなみに合ってる変な子なんで合ってじゃない、だいたい合ってる、だいたい合ってる、豪快って、うん、豪快ってみんな打ってみて、なんで変な子、合ってる合ってる、変な子だった、なんかアニメキャラみたいな変な子だな、かわすなんか変な子だなって本当、うん、なんか、うん、そのあのとあるお仕事の撮影の時に初めましてしたんだけど、うん、イカラちゃんと、うん、の時にあのご挨拶、私めちゃめちゃ人見知りだから皆さんと順番にご挨拶した時に、うん、まずイカリのとこに行ったらなんかずっと、うん、なんかマッサージローラーがカッサかかなきゃなんかコロコロするやつかなんかで、うん、私重力に負けちゃうんですってずっと言っててああそうかこれは今話しかけていいのかな大丈夫かなすいませんって言って話しかけたんだけど、あーって思って私その時のリオのあまり印象は、うん、あなんかそうおとなしい子だなと思って、ね、うんうんうん、なんかすごい印象に残ったなみたいな時に、うん、どっかのレッスン、うん、ダンスレッスンで、うんうんうん、すごいなんか豪快に笑ってる人いると思ったら、うん、なんかこの人ですごいな、なんか楽しそうに笑う子だなって思ったけど、なんか思い返してみればギャップはすごいねそう？え、わかんない、なんかちょこんとさ初対面の時とね座っててさ、はい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 、で、ちょこんと座ってたからさ、うんうん、なんかそんな子がこんなに豪快に笑うんだってその時は思ったかも。だってなんか、うん、私どっかで話したことあるんだけど、うん、なんかその一緒にやってるコンテンツのプロデューサーさんにね、うん、あの私面接の時とかそのオーディションの時は、うん、すごくおとなしかったから、うん、できるだろうなって思ってあの私のキャラクターになったっていう話をされて、うんうん、すいませんね印象と違くてって言ってだいぶギャップあって申し訳ないですっていう話をねプロデューサーさんともしたことがあるのよ。なるほどね、私なんかそう一緒だったから境が、うんうん、そうだよね、全然違う印象の子を受けてて、うんうん、あああれギャップみたいなオーディションの時にねそう、うんうん、だんだん時を経てギャップが生まれてきて、うんうん、でもな全然その子もぴったりだから、なんかでも豪快に笑ってた印象、うん、次いく、ありがとう、次いこう続きまして、自分にはなくて羨ましいと思っていることは、例えば誰とでもすぐ打ち解けるとかそういう性格とかそういう部分で、なるほど、何でもいいのか、羨ましいところあるけどな、一個あげるならってことでしょ。そうだね、うん、でもあるな、私は、私もなんか数あるうちの一つかってね、うん、書いた早い、だからクール系キャラが多いのかな、だって、はい、いきます、せーの、ドン、顔え場を和ませる雰囲気ですね、あーなくない、あるよ、本当、うん、じゃあ私から話していい、いいよある理由それ以外に掘り下げる部分ある、あるあるんだ、私父やリオの顔が好きで、うんうん、なんていうの、ここからここの形のここまでの形がすごい綺麗なのね、うん、で横側も好きだしうん、うん、横から見ても前から見てもなんか構造がすごい綺麗なの、構造って作りがとっても綺麗なの、うん、でなんかかっこいいにも触れるし綺麗にも触れるし、なんかすごいパーツのバランスがとっても綺麗なの、あとそのぷっくりとした唇に全部のこうパーツがすごいフィットしてるから私とっても好きだなって初回から結構思ってたんだけど、初めてこんなにちゃんと言ったかもしれない、すごい細かく分析されててめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、うん、すごい見てくるじゃん、ありがとう ねなんか目の形のこのなんかね、シェイプもすごい好きなのありがとうありがとう、ちゃんと恥ずかしかったちゃんと恥ずかしかった、そう、うん、そうなの、あ、でも体も好きだよ言い方やめな体って言い方やめな顔ってきたら体じゃんでもなんかね、全体のバランスがいいの、そうなんだ、そう、顔、上のてっぺんから足の爪先まですごいいいの、うん、体も好きだよって言葉選び何かしてほしいですけど
身体、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 言い方違うんだよ、なんかな、うん、してるし、あ、訪れの原因、二窓だったかも。あ、ほんと？よかったよかった。よかったよかった。あの、ちゃんと私たちだけを見ていてください。本当だよ、よろしくお願いします。ってことは二窓してる勢がたくさんいたってことだね。やだやだ、やんなってきた。ちょっとリオを嫌にさせないでよ。ちょっとこれ1時間駆け抜けられないかもしれないからね。やさぐれ。